行くぞ。
Oh!
お待たせいたしました。育成高校体育座2番セカンド
6回の表はい。
Thank you.
多くのライバルたちと競い合い、ついに夢舞台にやってまいりました甲子園球場。今元気いっぱい両チームのナインが飛び出してきました。緊張感と期待感入り混じる中、いよいよプレーボールです。育成対聖邦、1回戦が幕を開けました。まずは育成のエースが甲子園のマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。1回の表、聖邦の攻撃。須藤、打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。インコース打ちました。いい当たり、センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている本間。ヒットでランナーを1塁。インサイド、この打球はフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスには3番新田。ワンアウトになっています。初球ストライク、打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでツーアウト。バッターは4番吉野。ツーアウトになっています。インサイド、変化球決まっています。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。ライト方向流しました。これはファーストの左、抜けました。育成ピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあそしてバッターボックスには大石入ります。さあ得点圏には先制のランナー、打ちました。戦国一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。2回の表、聖邦の攻撃。バッターボックスには6番岡崎。育成、得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。インサイド、落ちました。掘ってワンアウトです。バッターは7番に入っている高山。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。これが2球目。打ちました。ショートゴロ、ショート取った。ツーアウトになりました。8番バッターはキャッチャー宮田。ツーアウトランナーありません。この回の坂本3球でアウト。効率のいいピッチングです。インコース低めの球、打ちました。ショートが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。先発の平井、バッターボックスに入ります。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。変化球空振り。打順は1番に返ります。バッター須藤、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。坂本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド打ち上げました。高い打球レフトへ。ここは打ち上げています。上がりすぎました。レフト掴んでツーアウト。2番バッター本間、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。
緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。インサイド落ちました。これはセンターへ抜ける。ツーアウトランナー一塁。3番バッター新田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。いい当たり、これはどうか。セカンドの左抜ける。一気に右中間へ。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。育成ピンチになりました。初球は何で来るか。最初は変化球できました。緩いボール決まっています。膝元もう一回持ってきました。これで連続の空振りを取ります。このピンチ見逃しで三振。回は4回の表に入っています。聖邦の攻撃。バッターボックス大石、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。育成得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。引っ張った、これはどう。おっと取った、一塁へ。アウト、スーパープレイ。バッターボックス岡崎、先ほどの打席はファールフライに倒れています。坂本、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。平、アウト、ツーアウト。バッターボックスには7番高山、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回の坂本、早くもツーアウト。まだ3球しか投げていません。低めの球が打ちに決まります。ノーボール2ストライクです。バッター、これはどうか。一気にレフトへ。ツーアウトランナー一塁。バッターボックス宮田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目決まっています。ファウルになります。ここもファウルです。打ちました。取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。先発の平井、バッターボックスです。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。2球目も見送っています。打ちました。取った、一塁へ送ります。アウト、ワンアウトです。打順はトップに帰ってストー、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。インサイド変化球決まっています。2球目打ちました。セカンドうまくさばいてツーアウトになりました。2番バッター本間、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ストライクです。変化球外れました。膝元決まった、追い込んでいます。ワンボールツーストライク。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは3番新田、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。サード取った、一塁へ。アウト、際どいタイミングでしたがスリーアウト。
配球表をご覧いただいています。今日はストレートよりも変化球が多くなっています。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。聖邦の攻撃、4番バッター吉野、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが最後は見逃し三振に倒れています。育成、得点に動きはありません。0対0で6回を迎えています。内へ低めの変化球、引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターは5番大石、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、セカンド取った、二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターは6番岡崎、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。聖邦ダブルプレーでランナーなくなりました。最初は変化球できました、ボールになります。インコース詰まりました、ここはフライになっています。仙石掴んで3アウトです。ゲームは7回の表です。7番から始まる聖邦の攻撃、バッターは高山、先ほどの打席でヒットを放っています。育成、得点に動きはありません。0対0で7回を迎えています。初球空振りです、インサイドファールボールです。変化球で空振りを取ります。打席には8番バッター宮田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。坂本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。ファウルです。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。宮田、これが今日の初ヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは平井、ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは確実に送っていきたい、送ってきた、あっとフライになった、ファウルボールです。ここもバントの様子も見送っています。送りバントだ、ファウルです。バントしました、スリーバント失敗、ランナーを進めることはできませんでした、決めることはできませんでした。ランナー一塁はそのままです。初球から打っていった、大きいぞ、綺麗に破っていった、ファーストランナーセカンドがマスを蹴った、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット。さあ育成、得点圏にランナーを背負います。見送ってまずはストライクです。低めの変化球空振り、ストライクを先行させていきます。追い込みました、インサイド打った、高いバウンドになった、一塁アウトでスリーアウト。敗れました育成高校、選手たちも悔しさをかみしめながら戻ってきます。
しかし健闘をたたえ、スタンドからは温かい拍手が送られています。甲子園の思い出を選手たちは持ち帰り、来年以降次の世代につなぎます。育成高校、見事な戦いぶりでした。Yeah.